え、ちょっと久しぶり。え、あれだよね、マッシュだよね。え、マッシュさ、マッシュマッシュの色変えたマッシュマッシュの色変えた。え、マッシュ,、えー、マ,ッシュマッシュの色変えたんだ。<laughs> 結構ね <laughs> えー、マッシュ、超久しぶりじゃないだってもう、え、8年ぶりとか, <laughs> とかだえ、たまにブログ見てるよ。あ、ありがとう、ありがとう。 うん、やばい、え、まじ牛角。変わってないでしょ。変わってない。うん。え、相変わらず食べてる。いや、食べてるよ。ブログ見てくれてんならわかるでしょ。いや、思った。なんかさ、昔よりでもちょっといいもん食べるようになったよ。いや、正直ね、あの、やっぱり元相乗りってことでさ。うん、まあ、登録者数とかもガッツって増えたりしたし、あの、最近ね、うん、あの、え、マッシュ見てないよ、私の。 愛のりのすべてを暴露しますみたいな暴露系ユーチューバーもやってんのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。その暴露系ユーチューブとかも結構伸びて、でそれで関連してメシ <laughs> のなんかインスタとかブログとかも一通り伸びて。うん、すごいね。今ね、ハ振りはいいのよ。めっちゃいいと思う。え、マッシュはさ、だってもうえ、こうやって話すんのなんてもう七年ぶりとかじゃない？じゃんじゃんじゃん。 だって牛角<が>終わったのが八年前か。うん,うん。で七年牛角牛角早かったよ。だって期間でいうと一ヶ月ぐらいじゃない？滞在してたのとかって。いや嘘だ。二<嘘>ヶ月え三、ー、ヶ月はいたよ。えめっちゃ短かったイメージ。私ずっといたもん。でじゃマッシュがだってマッシュ六年ぐらいいたもんね。旅。私いた。 あれさ、マッシュさあの、うん、今の SNS 時代 SNS 前世時代だったらあれ叩かれてるよ叩かれてるね私ねなんで6年もいるんだんこいつみたいなうんで結局彼氏できずに帰ったしね私ねそうねマッシュだけじゃないの、うん、6年いて告白もせずに、えー、告白されることもなくただただ日本に帰ったのって、うんうん マッシュだけなんじゃない、うん、だからね、長めのホームステイって思ってる。うん、長いよ。長かったね。マッシュにしても長い。ででで、あの、今回ね、<laughs> <で>こうやって久んに連絡させてもらったのは、<で>その、相乗り暴露系 YouTuber 今やってるから、それよかったらマッシュも一緒に出てほしいと思ったのよ。<laughs> 私はいいよ、だって感謝してるもん。何、どういうこと 愛乗り感謝してるもん今の私のサロンのお客さんだって全員愛イノ見てる人よまあねそりゃそうよねでもそっちがやりたいっていうのだったら私暴露してもいいよああありがとうで私が、えー、と最近まずあのー、私がバズってんのがマジで、ねうん、男子メンバー恋愛する気なさすぎたっていうのは。 うんいいと思うそれぐらいだったら超ポップでいいと思うえ、あれまじ、なんだえめっちゃムカつかなかった、男子メンバーのその恋愛する気のなさ。わかる。私、ムカついたのは、あのー、ライトニングいたじゃん。うん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 。うん。雷のタトゥー入ってるライトニング。うんうんうんあいつがさ、ずっとさ、男は男だけで行動しようよって言ってる時期あって。えあった で私があれでしょ、<laughs> いつまで思春期引きずってんだよつってぶち切れたやつでしょ。そう、あっこ面白かったんだけど。あれおもろかったのかなの私ね、そそあそこで怖くてオーア見れてないのよ。あ、大丈夫、大丈夫。ちゃんと牛角がさ、滝に突き落としたとことかさ、めちゃくちゃ笑ってたよ、スタジオ。嘘ベッキー笑ってた、うん、笑ってた。あ,あ、そう、ライトに入ったけど、カーンと落とすし、めちゃくちゃ受けてた。 あライトニングはあの落ちたあの落ちた後のライトニングのリアクションはおもろかったもんね。ね今でも TikTok でバズってるしね。あ、マジ？そうそう、あれ面白いから。あれよかったか。えうち的には、うん、あの本当にあのゲップの王様うん,うんうんうん。ゲップの王様がなんか妙に裏で主導権握ってる感じがして、うん、すごい嫌だったの。わか,かる。お前ディー,ーじゃねえよっていう話じゃん。そう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 。 相乗りってそういうことじゃないじゃん。うん、リーダーがどうとかじゃないのに、うん、えまたゲップの王様じゃんみたいな。うん、わかる。うんあのゲップの王様がさ、こう段ボール持ちながらさ、ゲップしてる時点でさ、私たちじゃないよと思ってたもんね。ない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 あの。特技はゲップ、早ゲップですみたいな時から、ゲップうわーって思ったじゃん。うん、え、ゲップの王様、今何,何やってるか知ってる何やってんの 焼肉屋の店長あそうなんだ牛角働けるじゃん、うん、じゃあやめてよ働きなよあやめてよ私牛角の社員だったから牛角って名前出たけど私焼いてよっつって私も焼いてよっつって一回さあのえー、河原谷さんがさディレクターのうんもう男子メンバーがさマジ恋愛する気なさすぎてめっちゃ怒ったことあったじゃん、うん、あったうん あのさみんなさあの恋愛する気がないなら帰っていいよみたいな、うん、河原谷さんが言ってさ、うん、で河原谷さんがそれ言ってるの「はい」みたいな感じみんな聞いてるのにさゲップの王様だけずっとさ小さくさあれ見てらなかった、ね、あ,れあれ見てらなかった私あれ河原谷さんに悪いよね。うん でも、川原谷さんもさ、<っ>一回、恋愛に絡んでこようとしてた時期あったよね。あった。え、てか、知らん、川原谷さん、最終的に川原谷さん、チュパチャップスと今、結婚してんだよ。えそうよ、川<こ>原谷さん、チュパチャップスとあの結婚したんだから。一緒に帰ったってこと一緒に帰ったじゃなくて、チュパチャップスはえ告白して、振られて帰ってきたんだけど、その後にチュパチャップス、川原谷さんと結婚したんだから。 えチップチップさ花の穴に濃くってえっと花の穴に濃くって<で>振られて日本帰って<で>日本帰った後に河原谷さんと結婚へえー、あーじゃあもう河原谷が忘れられなかったんだ、まずでも確かに河原谷さんかっこよく見えるんだよね、うん、旅してるとねわかうんだって仕切ってくれるからさ他の男子メンバーよりよく見えるじゃんでさ女子にはすごい紳士だったじゃん河原谷さん わかる。ガラネスでも一回水でお腹壊してた。うん。あああれね、あのインドの水でねお腹壊してたね、うん。インドの水で。そうそう。ダ、うん、ブ飲みしたから。あダメだって言ったのに。うん。うん、あらそう結局みんな変わったね。えでもさマッシュは結局さあの告白もせずに日本帰っちゃったじゃん。<laughs> うん、それよ。私ね絶対に陳出しといいなと思ったの。 チンダシのことさ絶対マッシュ好きだなと思ってたんだけどえそんなことはなかったうんなんかね私はチンダシずっと好きだったけどチン<あ>が私のことないと瞬間からなくなったああチンダシがマッシュに、うん、私たちから見たらねめっちゃお似合いの2人って感じだったのうん でもマッシュ自身からしたら、うん、あチンだし、私のことないと思ってなって感じだった。うん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 。うん私は結構自分にグッときてないな、チンだしって。ああ、チン出してない感じしたんだ。うん。チン出してなかったね、あれは。そっか。まあさ、うそういうことも含めて、うん。うん、そういうことも含めて、なんか話してるうしいなって。うん 思ってる。夜中チン出ししてたの暴露しようかな私。えどこで？あんたのチャンネルで。えあ違うあのチン出しがどこでチン出しした？ん知らない？うん。なんか向こうのあのー、ビールばっかりのさバーのところでさビールサーバーのとでチ出ししてた。あーそれいいよそれ最高目玉。よ。チン出しさ今でもやっぱ人気あるんだよ結構。そうなんだ。 やっぱかっこよかったから。うん。う今ね、雑貨屋さんの店長やってんだってチン、ちんだし。え、いおう。い、うん、おまた会いたい。OK、暴露よろしく。じゃ今度さ、日にちとか連絡させてもらっていい ?OK。ギャラは一応ね、弾んで50。すごいね。うん。はい、またね。ありがとう。やばい、私、まだちょっとちんだし好きかも。